総フォロワー5万人超のサバゲ女子、リリアンヌ葵さん。サバイバルゲーム通称、サバゲーを楽しみつつ、抜群のプロポーションも手に入れたそうで、80キロ台だった私がサバゲに出会った結果、という変身動画も話題だ。そんな彼女に、サバゲの魅力や、インフルエンサーとしての活動、ボディメイクのいきさつなどを聞いた、TikTok などに投稿された、サバゲを始める前と現在の写真が話題ですね。どれくらいの期間、サバゲを楽しまれているのですか？リリアンヌ葵サバゲ歴はまだ1年3ヶ月ほどです。週に1、2回のペースで参加していて、多い時は週5でサバゲーをしています。今では趣味というより、副業になりつつあります。リリアンヌ葵さんがサバゲーに興味を持ったたきっかけを聞かせてください。リリアンヌ葵もともとミリタリーや銃には一切興味がなく、サバイバルゲームも名前くらいしか聞いたことがなかったんですけど、昨年、女友達に誘われて、軽い気持ちで初めて参加してみたんです。室内でハンドガン戦を行ったところ、銃を持って走り回り、相手を倒す感覚が、まるで映画の主人公のようで、アンジェリーナ・ジョリー気分になれたことがものすごく気持ちよくて、そこから一気にハマっちゃいました。女友達に誘われて、とのことですが、実際のところ、競技人口の男女比率はどうなっているのでしょう。ダブルクォート男性が楽しむ趣味、というイメージも強いのですが、リリアンヌ葵誘ってくれたのは女の子だったし、私の周りではカップルで楽しんでいる人たちも多いので、あんまり気にしていなかったのですが、一人でサバゲー定例会に参加するようになってから、圧倒的に女性が少ないことに気づきました。日にもよりますが、参加者が10から15人の場合、女性は1人くらいの割合です。最初から誘い合って参加しないと、その場で女性プレイヤーと一緒になることは少なそうですね。リリアンヌ葵そうですね。当日参加で女性プレイヤーと同じチームになるのは少ないかもしれませんね。でも、女性の集まるフィールドや女性に人気のフィールドなどもありますよ。